進撃雑誌、岸田国夫。今度、劇作という雑誌が創刊されるそうである。私の若い友人も2、3、その中に加わると聞いているが、目下、進撃不審の折からでもあるし、この企ては誠にそうとするに足るのである。おそらく、その名前の示す通り、新作技局の発表が主になるのであろうが、この際、私の希望を述べれば、 これらの進撃雑誌は従来のように西洋先端劇の紹介にのみ終始せず、日本現在の情勢に鑑みて、もっぱら国内の新機運に働きかけるような一つの主張を持ってほしいのである。例えば一般大衆、少なくとも知識階級の感激欲を陳腐愚劣な寄生商業劇場から引き離すということ。 分断批評家の貧弱曖昧な戯曲干渉眼を指摘し、これに代わる専門的批評家の出現を促すということ。明治末期以後の我が国進撃運動。これは厳密に再検討して、その功罪を明らかにし、今後の出発点を誤らしめないということ。これらはいずれも新たに生まれ出る進撃雑誌の使命であろうと思われる。ことに、 私が最もこの雑誌に期待するのは近き将来において必ず叫ばれるであろう演劇の本質主義を一日も早くその作品の上で評判したらということである見に行きたい戯曲を書く作家がもうそろそろ進撃運動の中から生まれてもいい頃である1932年3月